放送ライオンズナイターテラチャンネルスペシャル。この時間は川越プリンスホテル、ハウス食品、札幌ビール、週刊住宅情報、 UCC コーヒー、日本国民食、東京土建一般労働組合、龍角散、白漠、以上各社の提供でお送りしています。山城慎吾さんと村野武則さん、ビールにこだわる。ビールはグラスだね。グラスが薄いほどビールはうまいね。それは独断。独断。俺がうまいったらうまいの。それも独断。おう。結局飲んでる黒ラベル。札幌。その瞬間、力を感じた。突き抜けるような加速性。それを引き出すのは高性能ガソリンの仕事だ。踏み込めばレスポンス。強積シエット GP1。 ガソリンは選ぶものです。共同石油。一度揚げたらもう最後。一度食べたら止まらない。学校にハウス小麦粉を持ってって、一つ食べるなどと隣の人に声かけた。僕のとんがり返して返して。一箱じゃ足りない。大自然の美味しさ、ハウスとんがりコーン。夜はそう、交通情報です。警視庁の三川さん。はい、首都高の浦安の事故はもうだいぶ前に終わりましたけども、渋滞はほとんど同じです。で、事故は湾岸線浦安の西行きでした。で、まだ浦安が頭で、東関道の習志野の方から14キロくらいです。で、このために千鳥町の入り口も閉鎖が続いています。で、京葉道路もこの事故の影響で花輪で上りが15キロと激しい渋滞が続いています。この後7時半からの入り口の閉鎖は、都内の方は3カ所になります。上りの外苑、内回り神田橋、外回りの呉服橋です。それから蔵前橋通りの渋滞が目立ってきました。頭は辰巳橋の交差点で、墨田区の石原の方から渋滞しています。それから環七の事故は終わりました。目黒区の南三丁目の外回り車線の事故でした。まだ外回りは大森から4キロくらい渋滞です。警視庁からお伝えしました。はい、ありがとうございました。ニューヨークのオフィスで僕のノートパソコンを見たジムが言った。 Oh, IBM? Why? 日本人の僕が IBM を使う理由？ Yes. 君たちと同じさ。僕も素晴らしいソフトをたくさん使いたいから。 Wow! ついに出たドス V 対応のノートパソコン、 IBM PS55 ノート新登場。西武新宿線本川越駅に西武本川越ステーションビル誕生。新しい都市空間の出会いとくつろぎの場、川越プリンスホテルとショッピングセンター西武本川越ペペは9月5日木曜日午前10時開業いたします。理想のコーヒーにはまず理想的な栽培条件が必要です。降水量、弱酸性の土壌、昼夜の温度差。理想のコーヒーを求めていたらインドネシアスラウェシ島へ行き着きました。トワルコトラジャ、キーコーヒーが実現させた理想のコーヒーです。 When I need you。 この車に出会った時、美しさが目を奪い、香りに音に包み込まれる。その走りは心に直接語りかけるだろう。大人だってドキドキするさ。 V8-4100DOHC 日産からシーマ2誕生。ローレルスカイライン各販売会社から。全国の建設現場にエニックスがある。エニタイム、エニティング、エニウェア。いつでも何でもどこへでも安全と信頼のレンタルパートナー、建設機械のレンタルはエニックス。夜はキラキラテラチャンネル。琥珀色のメロディー。誰にも心に残っている印象的なメロディーがあるものです。そんなあなたの一曲を世相とともに振り返っていきます。
琥珀色の思い出とともにお送りいたします。琥珀色のメロディー。ということで、ある年にスポットを当て、当時の事件、世相、流行語などとともに大ヒットした名曲を振り返っていきます。琥珀色のメロディー、はい、今日は大野国親方とともに振り返りたいと思っておりますが、いいからもうあのタンバリンは今はいいから思い出してこう上げてくれないと、ダメだ、ここはせっかくあるんだから、しんみりいくんだから、しんみり、あ、今日は何ね、今日はね、大野国親方が閣下入りした年、これを振り返ってみようと思うんですよ。おお、それ何年ですか？53年の3月ですね。昭和53年ね。昭和53年、ということで、今日は昭和53年1978年を振り返るわけなんですが、閣下入りした時っていうのはあの大野国っていうしこ名ではなかったんですか？最初は本名で、序ノ口まで本名で、はい、序二段の一番最初から大野国で名前で、はい、じゃあ結構早いよね、それにしても、だから本名青木ですから、青木で取ってて序二段の初めからもう大野国になったんだ。その時は何キロぐらいあったんですか？その時は80キロ83キロぐらいじゃないですかね。半分以下今の。今はそれで180、ですね。ちょっと恥ずかしいかな。親方が恥じらってる。まあね、そういったことで、この年初めて、昭和53年初めて相撲界っていう厳しい世界に、大野国さんも飛び込んで、辛いことなんかもまああったわけですが、どんなこと辛かったですかね、最初は。そうですね、やっぱりあの全然知らない世界ですからね。やっぱり先輩後輩のね、あり方なんていうのはね、やっぱなんか間違ったらね、ガッと怒られるんだけどね。まあ、怒られるだけならいいですけど、手かなんかバシッと来たりね。まあね、まあ少々ね。やっぱりあるわけですよ。張り手が飛んでくる。来たりとかね、いろいろあるわけでしょう。さあ、それではこの年の主な事件から振り返ってみましょう。1月10日、東京北沢署の制服巡査が、女子大生のアパートに入り込み暴行殺人事件を起こす。5月20日昭和41年以来死者まで出す反対闘争を繰り返してきた成田空港開港、21日から運航開始。7月11日京都のナイトクラブで広域暴力団山口組の組長が短銃で狙撃され負傷。犯人の暴力団員鳴海幸義は9月17日他殺死体で発見。後にこれ映画化されたりしてね、ショッキングな事件でしたけども。そして7月24日京都でサラ金区の警官広田正治が銀行員を狙撃、さらに郵便局に押し入り逮捕されると、そして11月21日巨人軍はドラフト会議前日を空白の1日として江川投手と電撃契約、しかしこれは無効とされ、ドラフト会議で交渉権を獲得、これもあのびっくりした事件でしてね、野球浪人としてハワイであの1年過ごした江川が突然の契約で、結局あの阪神と巨人の間で、江川小林のトレードが成立して、江川は念願の巨人入りをしたということなんですけどね。初めてでしょ、野球浪人なんて江川さんが。そうでしょうね、それまでなかったでしょ。なかったなかった、でつい最近ね、また巨人の。そうだそうだ、彼がね、ジュニアオールスターにも出た、あのもっちゃんが、もっちゃん、元木くんが、もっちゃんが、あれ、お相撲浪人っていうのはないのか。相撲浪人っていうのは、あ、親方ありますね、背が足りないとかね。あ、そうですね、体重が足りないとかね。体重が足りないとか、で1年間待つとか。よくほらニュースでやってるじゃないですか、水がーっと飲んで体重計乗るって言って、体重乗ったり、あとあの頭自分で叩いてタンコブ作って背高くしたりね。あ、そうだそうだ、あるんですよ。まあでもあれだけは今デジタルとかそういうのはないね。あ、身長測るのにデジタルはありませんか今。ないですね。あれデジタルだったら無常だな。あ、そうだね、今少しぐらいだったら温情で、ね、結構その熱意にこなされてパスなんていうことありますけど、そういうことありますから ね。あ、いろいろあったんだこの昭和53年っていうのも、ね、でもなんか怖い事件が多かったんだね。そうだな。あれ、あんたいくつだ。え、あんたいくつ。昭和53年私13。13ってことは20歳。20歳だ。ああ、親方が入門した時僕成人式だったんだ。あらららら、ね、え、ってことは親方はおいくつだったのかしら。え、だから15歳ですか。そうです。あら、ね、成人式。え、まだだね、あんたはね。何がいいだろう。成人式は来てもまだだった。後で親方に聞いてみなくなっちゃった。親方の成人式ってのはいつだったのかね。今ちょっと聞いてみます。今親方、親方の、あの大人になった日っていうのは、え、親方の大人になった日。
初めて出てしまいました。さすが、ここら辺は ね日本相撲協会の放送コードに引っかかるらしいですから、うんうん、さあそれじゃあここで1曲お届けいたしましょう。松山千春さん、季節の中で、どうぞ。松山千春さん、季節の中でお送りしました、はい。本日の琥珀色のメロディーは元横綱大乃国の大乃国親方を交えて昭和53年1978年を振り返ってお送りしております。それではこの年の世相などを振り返ってみましょう。3月にホコ天にタケノコ族出現、うん、大ブーム。この年に出たんだ。すごいブームだったよね。この時だ、タケノコ族っていうのは。沖田博之とか、ね、あ、そう出たんです。すごい洋服着てね、ビーメでいってとか歌ってたよね。似てない。別に似て、俺似せて歌ったのが違うよ。あ、そうなの、うん、いやすごかったよ。だってね、神戸にもタケノコっていうね、うん、ブティックができたの。そういうようなね、洋服売ってて、はい、うん、あ、そういうブティックじゃないけど店あったね。そうでしょ、タケノコ族みたいな衣装、紫とかな、うん、すごいのよ、うん、あとラメみたいな、そうそうそう、うん、その他後楽園球場で4月4日、うん、キャンディーズ涙の引退コンサート、あー普通の女の子に戻りたいが流行語に、ああこの時か、泣けたね、この年ね。親方もあんまりあの稽古がきつくてですね、普通の男の子に戻ろうかなんて思ったことありますか？うん、それはないですね。あ、もう把握しばって、まあ、うん、なんとか、うん、その頃あの親方は誰のファンだったんですか、芸能人？ファンですか、うん、うん、あんまり、これといった、なんかわかんないんですよね。あ、なるほどね。あんまり興味なかった。そうですね、それどこじゃなかったですからね、その頃はね。そうですよね、うん、ってことは別にキャンディーズが引退したからって泣けたとか、うん、そういうことはないですね。大丈夫です、ね、まだでも大丈夫です。でも UFO とかって踊ってたりして、結構踊れとか言われるからね、上の人に。あ、本当に？なんか歌えとか踊れとか言われるでしょう、うん、いや、それありましたね。ねえ、何やりました？東京だよおっかさん。それ歌えって。いや、もう何も数知れなく歌いました。はあ、そう、好きだった人がいたんだ。なるほどね。さあ、そしてさらに3月、なんちゃっておじさんは実在するか、が問題になったと。あったね、なんちゃっておじさん、うん、これもどっかのラジオから出たの？そうじゃないかな、結構噂が噂を呼びましてね。ほら、なんかあそこで見たとか、山手線の何駅で見たとかね、首とかこう吊るし上げられて、うん、延々泣いちゃって、うん、そうそうそう、なんちゃってとかな、言う人でしょ、ね、あんたもなんかこれやったんじゃないの？なんちゃってはないね。あ、そして8月、うん、熱射病による死者各地で続発。あ、まあ、今年はね、あの一時霊下なんて言われてましたけども、随分この年、昭和53年は暑かったな、暑だったんだね。あとサラ金地獄という言葉がクローズアップされた年でもありました、うん、ああ、サラリーマン金融っていうのがこの時ぐらいから流行りだしたんだ。流行りだしたんだろうな。これが元で小殺し、うん、あと無理心中、蒸発、放火、泥棒、うん、あと売春、強要、うん、家出など続発と。自殺者130人、家出人1502人と。あ、あとね、流行語いきましょうか、うん、流行語は、うん、フィーバー。フィーバー、あったな、僕の先生は。それは熱中時代じゃないの。こっちは本家本元でサタデーナイトフィーバー。あ、サタデーナイトフィーバー、うん、あれも流行った ね。そうなのよ。映画館から出てくる人がみんなね、うん、この歩くテンポ同じ。あれで、ジャ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 、あれなんだよな。でもこの頃からディスコっていう言葉をね、うん、それまでドラマとかではゴーゴーとか。どうだったっけ、わかんないけど、ゴーゴーまだ小さかったから遠いとこ行かないんじゃないのよ、うん、そりゃそうだね。でもディスコっていうのは、まあ、ね、こっから有名になったでしょ、うん、気がついたようになったんだろうね。まあその他ですね、うん、熱帯夜、あ、やっぱ暑かったんだね、うん、あと犬猿犬、あー、ここからか、あー、言い出したんだ、あと、うん、ワンパターンね、あー、ワンパターン、ワンパターンって言ってね、流行ったよ ね。今ワンパターンのことなんて言う？ワンパターン、うん、なんて、あんまり言わないもんね、ワンパターンだって言って、ワンパターンだなんて言わない、あんまり言わないね、うん、なんて言うだろう、なんか言い方あったんじゃないの、ワンパターンな人のこと、いつも同じダジャレばっかり言ったりする人のこと、言うかね、なんかなかったっけ、あったっけ、わかんない、考えておくか、じゃあ、うん、ね、ということでございましたね。さあ、それじゃあもう一曲お届けいたしましょう、はい、今度は健直子さんです。あ、懐かしいな。カモメはカモメ、うん、どうぞ。さん、カモメはカモメ、お送りいたしました。いい歌だね。これ好きだな。あの、今親方も少しだけね、うん、あの口ずさんでました、うんうん。やっぱり結構歌いました、うん、このカモメはカモメとか。いや、もう歌ったことないですからね。あの、今凝ってる歌とか何ですか、親方。歌ですか。カラオケで。これと言ってないんですよ。あの、この間知り合いから、なんて歌だったんですかね。あの、黒木健さんの息子さんだったんですかね。唐津。
なん名前ちょっと忘れたんですけど、ね、あそういうね、やっぱり演歌の方のね、あやっぱり似合ってるよねお相撲さんには演歌っていうのが、うん、まあでも若鷹あたりは結構さ、うん、新しい歌歌ったりとかね、うん、若い人はねかなりもう最近のね、うん、流行の曲を、ね、流行の、はい、ヒット曲なんか、はい曲ね、歌ってますけど、歌ってますね、まああの親方の方は渋く決めるというタイプですね、うん、でも親方の優しい顔でエデンの街とか歌ってもらったら感激しちゃう、おい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 聞きたい、それではですね改めて昭和53年のその他のヒット曲振り返ってみましょう。ナイター聞きながらつまむチップスカンパニーフライドポテト味がうまい。解説の徳川さん、まあ、どうでしょう。ヒッティングよ、絶対ヒッティング。そうですか、バントですか。打たなきゃダメよ、打つのよ。これこれ、陽子、やめなさい。お父さんの横っ面打つのやめなさい。打ったー、打った打った。ハウスチップスカンパニー。安い市街電話0088。我が家も、僕も、私も0088。日本テレコム。平日午後7時から翌朝8時までと土日祝日はお得なファミリータイム料金、ぐーんとお安くなります。お申し込みはフリーダイヤル 0120-0088-82 番へ。西武新宿線本川越駅に西武本川越ステーションビル誕生。新しい都市空間の出会いとくつろぎの場、川越プリンスホテルとショッピングセンター西武本川越ペペは9月5日木曜日午前10時開業いたします。夜はキラキラメラチャンネル。そこは秘密なの。人には誰にも言えない秘密があるものです。そんなあなたの秘密のベールを私とナースがクイズ形式でそっと1枚ずつ剥がしていきます。今宵どんな女性のどんな秘密が現れるのでしょうか。And you know when we... ということで始まりました。そこは秘密なの。はい、このコーナーは毎週スタジオにゲストの女性をお迎えして、その女性からスタッフがあらかじめ聞き出しておいた秘密のアンケートの答えを私とテラちゃんとクニちゃんとで当てていこうというコーナーです。はい、今日はですねスペシャルゲスト大野国親方にも参加していただくと、はい、そうなんですよ大丈夫でしょうかということでですね、その秘密のアンケートの項目、これについては我々3人は全く知らされておりません。はい、どんなアンケート項目があるのか、果たしてどんな答えが飛び出すのかはこれからのお楽しみというわけです。はい、ということで本日も秘密の花びらを散らしてくださいます美しい女性の方にお越しいただいております。どうもこんばんは。こんばんは。今鳴らしたのは大野国親方です。うわ、乗らないんだって。焦ってラッパの先見てるんです親方。お名前をまず。はい、幸子です。幸子さん、あのね髪の毛がですね肩ぐらいまでで、ちょっとあの先端あたりがですねくるくるブラウン系で、あのちょっと曲がっててちょっと触って、柔らかい髪の毛なんです。おお、触った。だから見た通りにね、ツヤのあるすごい柔らかい髪の毛、猫っけ。猫っけっていうの、うん、ああそう、あのね、今日のお召し物ですけども、どういうお召し物と言えばいいですかね。今日は上はね、ちょっと光り物系のあれ、それ光るんだ。そうです、ゴールドです。白地にゴールドの糸が織り込んである光り物系のぴったりした T シャツに。結構高いんだね。ね、結構値段的。そうですね。ああ、まあまあね。黒のぴったりした、うんスカートに、スカート下はパンプスで。親方ちょっと見てみましょう。ダメですもうダメですか。え、今日のお嬢様は、はい、グラマラシー。そうですね、グラマーですね。すごいグラマーです。あのこう前にね、ずっと顔を出すでしょ。そうすると胸の先端がテーブルにつくんですよ。それで重いから乗せちゃいます。ボヤーンボヤーン。あの幸子さんはおいくつでいらっしゃいますか。あ、27です。あ、もっと若く見えますよね。ありがとうございます。あの結婚はなさってんですか、それとも独身。あ、してます。あら、今日は一つだ。
今のも親方です。今のは、なるほど、ふにゃんっていうのは親方と鳴らした理由です。あの、どこかに行って焼いたなって感じですよね、うん、本当にこんがり焼けてますよね、うん、どっか行かれたんですか。プールに一度行っただけですけど。あ、プールでそんなに焼けてしまった。元が黒いんです。あ、いやでも肩口なんかは ね、うん、色違いますからね。見えますか。見えますよ。水着はビキ、いえ違う、ワンピースです。ハイレグワンピース。まあ、結婚してどのぐらい経ってるんですか。どれぐらい経ってるんですか。半年ちょっと。あ、まだ新婚だ。これなんか親方のが一番美味しい音がほら美味しすぎる。頼りないなこれ。まあこんな音で喜んでちゃいけません。幸子さんね、グラマラス、あの3サイズを。それはちょっと。3サイズ。3サイズですか。いや、ご想像にお任せします。だいたいそれじゃこっちで想像しちゃっていいですね。はい、バストはどれぐらいですか。95。そんなに。そんなない。85。これ。いやー、どうでしょうか。もうちょっとある。ないです、そんなには。ほ。あ、ちね、カップがね、うん、かなりだ。ってことは落差があるってことだね。そうカップが大きいと思うよ。カップは E カップ。いや。じゃあ D だ。D ですね。え、B です。嘘。そんなことないわ。B か C です。C か D でしょ。もっとあると思うな。あの親方どう思いますか。え、あの、まあ C だっていう。C だって。いや本当にグラマーなんですね。どなたに似てると言えば。言えば誰ですか。あのね、やっぱり、うん、猫が好きのね、うん、小林幸子さん。小林幸子じゃないの。幸子さん、小林幸子だったらお前なんか演歌歌っちゃわねえか。幸子さん、うん、里美さん、里美さんだ。あの人の顔にそっくり、うん、どっちかっていうとね、あの猫っぽい女性っているじゃない、そういう感じの、うん、かわいい方ねえ、ねえ、うん、親方誰かに似てるとか思いますか。誰に似てるって。そうですね、よくわかんないんです。よくわかんない。親方、タイプですか。タイプで。やばい。はい、までいったんだよ。はい、までいったんだよ。さあ、それじゃあですね。はい、ってことは、主婦を今なさってらっしゃる。そうです。お勤めもは。アルバイトだけです。アルバイトね。はい、ああ、なるほど。結婚なさってるということで、ね、今日はですね。新婚ほやほやの。大変な、幸子さんをお迎えして。はい、さあ、それじゃあですね、早速幸子ちゃん、幸子さんに対するですね、秘密のアンケート、その1からいってみましょう。まずはそれじゃあね、ナースが答えてもらおうかな。はい、はい、答えます。今、その質問の事項をいただきました。幸子はね、うん、自分の体の中で自慢できるところが3つあるの。うん、首から下でよ。うん、はい。いいね。体の中で自慢できるところが3つあるの。首から下でよ。当ててね。じろじろ見ちゃう。用意スタート。胸。ほらほら、やっぱりもうボーンといい形してるもの。形がいいんだ。そう、うん、そしたらね、あとね、ヒップ。ああ、違うの。じゃあ足首しまってるわよ。あ、違うんだ。じゃあね、筋性の取れた体つき全体ということ。あ、違うか。じゃあ腕。あ、違うの。腕足も違う。太もも。あれ全然ダメだな。ふくらはぎは。あ、違うの、うん、お腹。全然ダメだ。あとはさあ、焦ってきたぞ。佐野だ。足の親指と親指の間。親指と親指の間っていうのは、あと、もう一個だよ。あともう一個、あともう一個。あとはじゃあね、残ってるというと、脇の下。違う。じゃあ二の腕。手だ、手。あ、手違うの。じゃあ首、首筋、背中だ。なんで部分、腰つき。あ、おっと、どこがあるよ。なんせ勝率にしたらさ、正解の確率は全然低いぞ。でも2つ当たったよ。高かった、うん、あの当たったの。じゃあ正解全部言ってもらいましょう。はい、幸子さんどうぞ。はい、あと足の指の間と、うん、全部言ってください、全部。それと、うん、胸と、うん、あとは言っちゃっていいですよ。あの、あそこです。嘘。嘘。本当。足指はなんで。嘘。これ理由が書いてあるんですけど、こんな人初めてですよ。いいですか。教えて、足の指。足の指、うん。足と足の指。あ、まあいいんだ、それでも。うんうん、足の指だ。これはね、純粋な足の指。うん、感じやすい。遅いんだよ、もう遅いんだよ。
パッと出なきゃパッパッ覗いてる場合じゃない胸大きさがちょうどいいと言われる、ね、そして3、うん、あそこ、うん、誰でも受け入れられる、この3つ目の誰でも受け入れられるってのはこれはどういうことですか、どういうことですか、いやそういうことですよ、ってな、それいやでもどういうふうに理解したらいいのかな、え例えば例えば洗濯屋ケンちゃんでもあれですか、八百屋のあんちゃんでも、え魚屋のトミさんでもそういうのでも大丈夫、そういうことですね、あら初めてですよ、大丈夫かなこれ、いきなりそういう答えが来ちゃって、うっそー、どうですか親方こういうのは、伸縮自在なんでしょうね、あしなるほど、大小関係ないと、あ誰でも恋じゃないんだ別に、そう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 、あどんなあれでもあれだってことね、下半身が、うん、そういうわけじゃないんだ、そう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 、別に、うん、ルーズとかそういうんじゃないんだ、そうそうそう、じゃなくてね、おっしゃった、よくわかりました、いやいや、それじゃあですね続いて第2問いきましょう、はい、第2問はテラちゃんが当ててくださいね、はい、幸子はね旦那とのエッチについて不満な点がいっぱいあるの、うん、そのうち特に不満な点を3つ当ててね、ちょっと待って、じゃあ旦那の年聞こうじゃないか、あ、そうかそうか、うん、ご主人はおいくつなんですか、28です、28、一つ上なんだ、一つ上、なるほどね、どんな感じの人ですか、誰に似てますか、タレントさんで言うと誰に似てるかな、いや特にスポーツマンタイプ、そうですね、背は高いどっちかっていうと、いや普通です、背は普通ってことは172、3、そうですね、もうちょっとあるかな、あ、173、さあそれじゃあ、はい、いきますよ、うん、スタート、さて、問題はね、なんだっけ、エッチ不満があるんだな、はい、旦那さんとのエッチについての不満、短い、すごいんじゃないのか、短いって2つあるじゃない、やたら乱暴にする、あそう、じゃあ前儀が短い、そういうんじゃないな、じゃあその後が短い、違うな、あとね、もう一個あるね、なんだっけ、ちょっと待って不満な点だろ、あとはね、なんだろうな、なんだろう、お風呂に入らない、違うな、あとは何かあるかな、やたらいろんな体位を試したから、違うな、意外に難しいじゃないか、そしたら、まあ、あとはね、じゃあ長すぎる、毎日したがる、感覚が飽きすぎる、やった、これだな、うん、あと2つだな、っていうの不満な点だよ、不満な点だよね、感じるところを責めてくれない、もっと私の体を知ってほしいのに、違うな、あとはね、あ、自分にしろしろという、違うな、おー、あー時間来ちゃった、1問だけか、さあそれじゃあ正解すべて言っていただきましょう、どうぞ、はい、回数が少ない、うん、あとは回数が少ない割には一度に1回しかしてくれないんですよ、あー、おー、そう、すいません、はい、その1回っていうのは奥様側からして一回ってことですか、え、向こうがだから、あ、向こうが、ってことは幸子さんの方は頂上には何回ぐらい到達できると、私は何度でもいいんですけど、ほー、やばい、その時はじゃあ一回ずつなんですか、だいたい到達するのが、一回すると寝ちゃうんですよ、うん、向こうがね、え、向こうが、なるほどね、結構タフなんだ、ほー、で3つ目は何ですか、技がない、技がない、まあこれは相撲でいうと押し相撲ってことですかね、なるほどね、あ、これもねちゃんと理由書いたんだよ、回数が少ない、週1回、希望は3回だって、ほう、1日おきか、大体、でも今はでも週1回は必ず、いや、ない時もあります、あ、ない時も疲れちゃってね、一番最近はいつだ、いつだったかもう忘れました、あ、そんな前か、あと回数が少ない割に一度に1回だけで終わったやつもすぐ寝ちゃった、あと技がない、いつも同じ攻め方、同じ攻め方何ですかこれ、いや、一般的に、はは、まず例えばキスから始まって、はい、胸行って、チュシュッとして、それで、トンで、でトントントンでグーですかよくわかんないけど、それではですね、はい、スペシャルゲスト、スペシャルゲスト、大野国親方にもここで質問になりますから、はい、言っていただきましょう、親方当ててください、よく聞いてください、幸子はね、ベッド以外のところでエッチをしたことがあるの、それを3つ当ててね、ベッド以外のところでエッチしたことがあるの、それを3つ当ててね、自分の経験から言っても構わないのよそれではスタート、公園でしょ、おお公園か、あとはね、はい、あとは路地裏電話ボックスとかあとはね、ビルの屋上、おお
あと一つ、うん、あと一つ、あと一つね、あと一つはベッドから落ちたところ。ベッドがそれ愛すぎるよそれ。トイレ。おお。どこなんだろう。あとどこかな。あと駅のホームじゃないし。ホームで車の中。おお、あったかなと思ったらダメだな。あとはね、どこだろう、どこだろう。 あと思いつくままにも、思いつくままに、どこだ、車の影とか、車の影とか、ああ、でも2つ。さあ、それじゃあ正解3つ言っていただきましょう。どうぞ。はい、マンションの屋上と公園、うん、あと畑。畑裏の畑でポチ泣いちゃうよ。麦畑で、まあ、そうです。畑っていうのもちょっとじゃあ、ねえ、畑ってのは何ですかこれ。何畑？ネギ畑です。ネギ畑。ネギ畑あったんですか？どこ行った時に。ネギ畑で、どうしてするような羽目になってしまったの？いや、どうしてでしょうか、うん、しようよってことになって。これいくつの時ですか？もう何年も前だから忘れました。これ田舎のネギ畑？いえ、うちの近くです。今 どちらに住んでるって言っちゃったらバレちゃうもんな。それはダメだよね。ネギ畑で、あら、ずっとあのもうちょっと突っ込ませていただくと、うん、体位的にはどういう感じですか？あ、本当だ。いや、普通です。嘘。じゃあビニールシートかなんか敷いて。いや、よく覚えてないんですけど。酔っ払ってやっちゃったんですか？あ、かもしれませんね。あら、夜ですか？夜です。あの旦那さんとですか？今の。あ、そういうことにしておかない。まずいわよ、まずいわよ。まずいわよ。これ夢見ちゃったのかもしれないのか。いや、今にマンションの屋上と、マンションの屋上と公園と、公園なんて危ないじゃないですか。覗きとか来たんじゃないですかこれ。そうですね、わかんないですね、その時は。なるほど、まあでもこれを聞いて初めて誰でも受け入れられるっていうのが、謎が解けるということですけどね。ちょっと親方に質問あります、うん、いくつか答えられた中で実際にっていうの場所はあったんですか？ないですよ。ということでですね、残念ながらの時間になってしまいましたけども、幸子さんね、いや今日も盛り上がらせていただいて、はい、いや本当に、このコーナーではスタジオに来て秘密のアンケートに答えてくださる女性の方募集しております。はい、未婚、既婚、年齢、職業などは一切問いません、はい、女性であればどなたでも結構です、うん、参加してくださった方には現金1万円をその場で差し上げます。はい、参加希望の方は郵便番号 160-02 文化放送テラチャンネルスペシャル、そこは秘密なのの係まで、年齢、職業、電話番号、名記の上、おはがきでお申し込みください。はい、ということで今日はですね、幸子さんに登場をいただいたんですけども、いやー大胆ですよ。いやもう、大胆だし、グラマーだし。気に入っちゃったな、本当に。ということで幸子さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、そこは秘密なのでした。文化放送ライオンズナイターテラチャンネルスペシャル、この時間は札幌ビール、ハウス食品、川越プリンスホテル、日本 IBM、 日産自動車、共同石油、キーコーヒー、ケンキレンタルのエニックス、日本テレコム、以上各社の提供でお送りしています。いろいろあったけどあなたに決めた。やっぱり僕は UCC 缶コーヒー。 UCC、 トップスイングは耳の高さと、また室内 OB か。あなたと怒鳴られる前に住宅情報、思い立ったら住宅情報、週刊住宅。今日は何にもしないぞ。思い思いの時間を銀仕込みでお楽しみあれ。仕込みが違う、うまさが違う、しっかりおいしい札幌生ビール銀仕込み。西武新宿線本川越駅に西武本川越ステーションビル誕生。新しい都市空間の出会いとくつろぎの場、
川越プリンスホテルとショッピングセンター西武本川越ペペは9月5日木曜日午前10時開業いたします。マメマメマーメー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 。ハイエナのモノマメ、うまいうまいとエンドウマメがスナックになった。体に元気 100% マメスナックジャック、ハウスから新発売。冷やし中華がカップになった、冷やし中華がカップになった。変にうまい、その名も怪物製作所、その名も怪物製作所。冷やし中華がカップになった、ピリッと辛口、冷やし中華がカップになった。変な名前、その名も怪物製作所。交通情報です。警視庁の三川さん。はい、首都高の浦安の事故処理はもうだいぶ前に終わりましたけど、まだ渋滞が続いています。東関道が市川を頭に上り方向5キロくらい、京葉道路も上りが花輪で10キロぐらいあります。で、首都高はあと箱崎方面の特に下りが環状線の両方向からと3号線の下りが多くなりました。三軒茶屋が頭で芝公園の方からです。閉鎖はこの後8時からはありません。明治通りの渋滞が目立っています。明治通りは外回りで新宿の方から池袋へ向かって外回りです。あとは東名中央関越の渋滞です。東名は横浜増えて上り方向30キロ、中央高速は笹子トンネルが10キロ、その先の大月の中野トンネル10キロ、関越は終点練馬が4キロです。警視庁からお伝えしました。はい、ありがとうございました。さあ、ということでですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりましたけども、まあ、はい、いろいろあの親方に質問とかですね、あとあのすごい記録持ってる人とかいただきましたが、うん、はい、それじゃあの親方に質問というのをですね、ちょっとここで行かせていただきましょうか、はい、匿名希望さん、中学1年生の12歳所沢市にお住まいの女の子。親方、今までで一番悔しかったことと嬉しかったことはどんなことですか、教えてください、うん、まずじゃあ親方、悔しかったこと。悔しかったことですか、うん、悔しかったことはですね、やっぱり例えば優勝かかった一番とかね、うん、それを逃がした時とかね、はい、そういう時はやっぱり悔しいですよね。なるほどね、近いところであったのが、北東海とやって取り組んで負けちゃって、翌日あの北東海が怪我しててね、うん、それで、霧島と大野国親方が対戦して、まあ、そこで残念ながら大野国親方負けちゃったんで、うん、そこで勝ってれば、うん、あれ優勝だと、まあ後からですけどね、そういうのはファンから見て悔しいなとか思うんですけど、うん、今までで一番嬉しかったこと。嬉しかったことはやっぱり、最高優勝したことですね。なるほどね、ありましたね、さてもう一つ質問なんですけども、こちらいただいたのは男性の方、42歳自営業の川口市阿部さん。みんな髪の毛を結っていますが、お相撲さんは髪の毛の薄い人はどうするんですか。髪の毛の薄い人も言ってますけどね、言ってますね、言うぐらいはあると、それがなくなるとよくあの引退だなんて言いますけど、なくなるとダメなんですよ。あら、そうなんですか、あの昔なくなって辞めた人いますからね。あのこっそりとこう増毛法とかやってもダメなんですかね。それはどうなんでしょうね。それで取れちゃった時は怖いもんね、そうね、もし取れちゃったらあいつ嘘ついてたみたいな、そういうことになっちゃいますから。じゃあやっぱり髪の毛も必要なんだ。そうですね、まあ、健康のその象徴みたいな風にも見られてますよね。だからシンボルですからね、一つのね、シンボルね、なるほどね、ということでですね、はい、あとあの具体的に親方、現役を引退して、この後具体的な仕事というと日本相撲協会で、何をおやりになるんですか。あの場所中はですね、協会に行って、場内整理というか場内警備というか、これはもう誰でもやらなきゃいけない。そうですね、必ずやる仕事ですね、はいはい、あ一からね、まあ、あとはね部屋で稽古を見て、はい、指導ですね、うん、はい、なるほどね。あの自分がもうほら、取った方が簡単だなみたいに思う時ってやっぱりあるんでしょうね。うん、やっぱりこうなんて人の稽古を見ててじれったいなと思う時ありますよね。じゃあ今度あの初仕事みたいに相撲協会に行くのはどんな仕事で。場所前にあの消防訓練があるみたいですね。あ、国技館の消防訓練とホース用紙とか、なんか結構なんか入れ込んでやるみたいですね。入れ込んで迫力もんで、なるほどね、うまくあの水なんかかかったらみんなで、うん、このビル持ってってください。ということで
最後に締まったところで、はい、大野国岡どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。こちらもよろしくお願いいたします。お相手寺島の大政と那須井でした。それではまた次回、さようなら。今スタジオの中で、もう大野国親方を見て、ゆうゆうさんなんかびっくりしちゃってますから。ガチンコです、ガチンコです。すぐもう感覚されちゃって。私はガチンコです。8時です。はい、8月26日月曜日、はい、夜8時を回ってフリフリだよ。怖い、森高千里だよ。そんなに何でも動くんですか。そうです。ところで、今夜は行くぞ、今夜はすごいぞ、のっけからアイドルラップでインタビューだー。それではラップマシーンスタート。今日は頭からこれでいきますからね。そうですね、珍しいです。もう皆さん、青乗ってます。はい、せーの、あなたのお名前なんての。青、青じゃない、青じゃない、自分の手で変えないでください。はい、なんての。中山秀幸と申します。青、イエーイ。近頃凝ってるものは何。肩。わお。わお。ノリがいいですよ今日は。はい。じゃあ次私。お好きな食べ物を教えてちょう。はい、教えてちょう。教えてちょう。教えてちょう。俺か。ひでちゃん聞いてる。お好きな食べ物は。教えてちょう。うん。うん。ラーメン。ラーメンだ。じゃあ私行きます。おお。今日怪しいな。はい、休みはどうして過ごしてる。寝てる。あ、いいの。お好きな言葉は何ですか。で全身あるのみ、みおー、かっこいい。最後は締めましたね。ラップですね。ストップ。というわけでですね、これは激しい番組ですね。そうです。もう大野国親方の後はこれですよ。すごいですね。椅子がですね、あったかいです。今そこにね、親方のソースと椅子ですから、すごいですね。ということで今夜のお客様、中山のひでちゃんです。どうもこんばんは。よろしくお願いします。どうもこうやってでも話したらラキさんあんまりなかったですね。初めてですね。何ですか、2人とも。そうですよ、あの街でたまたま仕事だったりとか。よく街でヒデちゃん会うんですよ。ロンビーとかですか。いや、あの富ヶ谷で、まあ、富ヶ谷で。そして、さあ、それじゃあ始めるぞ。ラッキーゆうゆのフリフリ天国。ラッキー池田です。どうもこんばんは、ゆうゆです。そしておなじみフリフリゲーム評論家は。こんばんは、高橋美子です。はい、お願いします。先週からゲーム評論家っていうことで。ゲーム評論家、まだ若いですよ。こう見えても若い。あ、17なんです。ほら、勤労少女だね。そうですね。まあ、細かい話は後で。そして今夜のゲストは中山のひでちゃん。どうも、今夜はですね、あの番組の頭からね、最後まで付き合ってください。よろしくお願いします。本当にね、はい、ペラペラ勝手に喋るんですけど、気遣いください。自由です。今週もですね、最新ヒット曲情報、アイドル情報、草野球情報、ゲーム情報、ラジオを聴いてる皆さんの身近な情報と、対して役に立つ情報満載の100分間でございます。そうだ、この番組さえ聞けば世の中の動きが一つも丸見え。テレビの前のみんな、ラジオの前に集まってください。ラジオの前のみんな、ラジオの前に集まれ。フリフリって